こんにちは、ゆっくり霊夢です。今回は広島県広島市南区の散策、広島市南区のうち、東雲地区を散策します。ゆっくり街散策チャンネル。段原日の出2丁目バス停にやってきました。ここからスタートして、南東方向へ進んでいきます。バス停近くには広場があり、公衆をトイレも設置されています。近くを沿江川が流れていて、東大橋がかかっています。沿江川右岸の段原、東雲地区と、左岸の南上屋、大津地区を結ぶ橋で、昭和初期よりこの場所に東大橋はありましたが、2019年に現在の橋に架け替えられたそうです。橋の上からは広島駅周辺の超高層マンションなどが見えるほか、マツダスタジアムが対岸に見え、東雲地区からマツダスタジアム方面へ向かう場合は、東大橋を渡っていくと便利です。東大橋南詰交差点を横断し、この交差点より東側は上東雲町という住所になります。交差点の南東には広島市段原ポンプ場があります。ポンプ場近くの上東雲町交差点で右折して、南東方向へ進んでいきましょう。今歩いている道路は2車線ぐらいの幅がありますが、車両は南東方向の一方通行となります。マンションやビルが多く立ち並び、市街地の雰囲気ですね。東雲地区は鉄道駅から離れた地域で、沿江川の対岸にある広島駅や天神川駅、向灘駅までは、2km 以上の距離があります。先ほど沿江川に架かる東大橋を紹介しましたが、東大橋から下流方向にある次の橋は、約 2km 離れた三保橋となっており、東雲地区の中部から天神川駅や、天神川駅近くにあるイオンモール広島府中へ行きたい場合は、橋の関係で遠回りを強いられることになります。また東雲地区には路面電車が通っていないため、公共交通は路線バスのみとなります。こちらの肘山小学校裏バス停には、1時間に4本以上のバスがやってきて、結構充実しています。なおこの道路は南東方向の一方通行のため、先ほどのバス停には県庁、広島駅から二歩、向灘方面の、片方向のみ停車、反対方向の広島駅、県庁方面のバスは、西に並行する4車線の市道肘山東雲線を通ります。東雲を通って広島駅や県庁方面へ向かう広電バス4号線は、東雲地区は行きと帰りでルートが違うので、注意が必要ですね。ファミリーマートを過ぎたくらいから、道路の左側は東雲、道路の右側は東雲本町、という住所になります。オレンジ先、というお店はスナックかな、リフォームスタジオや居酒屋などのお店が並びます。こちらの、不愛想、というお店は、本当に不愛想な店主なのでしょうか。不愛想の隣には唐揚げ専門店がありましたね。お寿司屋さん、中華料理店などのお店があり、東雲一丁目バス停の近くには、スーパーのフレスタ東雲店があります。交差点角にデカデカと、フレスタ、の文字があることが特徴です。他の店舗よりも外観が凝っているような気がするなぁ。フレスタ近くの交差点周辺には、コインランドリー、広島信用金庫東雲中央支店、コインパーキング、ガソリンスタンドなどのお店があります。さらに南へ進んでいくと、100円ショップのダイソーやドラッグセガミなどがあり、お店が結構充実しています。大きなマンションが見えてきて、広島市信用組合東雲支店、桜美容室、内科クリニックなどの横を通っていき、コンビニのポプラを発見。最近ポプラはローソンへの業態転換が進められているので、この店舗もそのうちローソンに転換されるのでしょうか。このまま直進すると国道2号線に出ますが、左折して西方向へ進路を変えます。少しだけ西へ進んでこちらで左折して、東雲地区を北方向へ進んでいきます。東雲第二公園という大きな公園がありますね。路線バスが通るようなメインの道路からは外れ、落ち着いた住宅エリアという雰囲気ですね。現在の東雲や霞といった地区は、江戸時代の1600年代半ばの埋め立てによりできた土地で、東深海、と呼ばれていました。東深海の南側に黄金山という山があり、二保島、と呼ばれる広島湾に浮かぶ離島だったのですが、東深海が造成されたことにより、二保島は陸続きとなりました。大正時代までは東深海町と呼ばれていましたが、その後西半分は霞町、東半分は東雲町、と呼ばれるようになります。
東の根は明け方という意味で、広島城の東にあることからこの地名になったのかな。1960年代まで東の根のほとんどは農地でしたが、1995年に東広島キャンパスに移転する前までは、広島大学の教育学部が東の根キャンパスにあったこと、国道2号線新広島バイパスが開通したこと、遠光川対岸にはマツダの本社や工場があることなどの影響で、1970年代以降より宅地開発が進んでいき、現在は農地はほとんど残っていないと思われます。以前この場所には運送会社があったみたいですが、跡地にライン&シノノメという地上10階建ての分譲マンションが2022年3月竣工に向けて建設中です。広島市周辺では多くの場所でマンション建設現場を見かけるなぁ。サンフラワーシノノメやロイヤルシャトーシノノメなど、遠光川沿いにもマンションが多く建っており、ここで右折してシノノメ地区を南へ進んでいきます。口コミを見ると店主のママさんの評判が高い、服屋というお食事店、パチ屋のハリウッド、クリーニング屋さん、エルディシノノメ2番館という地上15階建ての大きなマンションが見えます。アート引越センター広島南支店、こちらの影山産業という会社は鉄道車両部品の製造をしていて、 JR 西日本や鉄道車両製造会社に部品を供給しているそうです。国土交通省広島国道事務所がこの場所にあります。電波塔が目立ちますね。平成30年7月豪雨の際、広島と呉を結ぶ交通網は大きな被害を受けましたが、復旧に向けての取り組み内容が事務所前の掲示板に貼られています。JR 呉線の代行バス運行の際は、九州、四国、関西といった西日本だけでなく、関東や北海道のバス会社も応援に駆けつけたということで、とても驚きです。コンビニのローソン、生協広島市ののめセンターなども近くにあります。広島大学附属しののめ小学校、中学校の校門が左手に見えてきました。以前、附属小中学校の校舎の隣には、広島大学教育学部のしののめキャンパスがありました。1941年、昭和16年に広島師範学校が南町からしののめに移転、その後広島大学のしののめキャンパスとなり、1995年に教育学部が東広島キャンパスに移転するまで、しののめキャンパスは使用されていました。しののめキャンパスの建物は解体済みですが、広島師範学校があったことの案内や、しののめ教育の地碑が跡地付近に立っています。さらに南へ進んでいくと、道路の高架橋が見えてきました。高架橋をくぐり、左折して高架橋沿いを歩いていきます。広島高速2号線の東の根出入り口がこの付近に設置されており、画面奥の方で本線と合流します。広島市東部を南北に結ぶ高速道路で、2010年に全線開通しました。広島高速2号線を北へ進むと山陽自動車道広島東インター方面へ、南へ進むと広島呉道路や、湾岸エリアを通る広島高速5号線方面へ行くことができます。東の根出入り口は北方向の専用出入り口となっており、南方向へは美保出入り口の利用となります。広島高速2号線沿いを南へ進んでいき、広島市東の根老人福祉センターを通り過ぎると、この先は淵崎公園となります。東の根に近い、美保や向井灘といった地区には、美保七浦と呼ばれる漁村集落があり、淵崎浦はその一つだったそうです。公園内には遊具が多く設置されているほか、テニスコートもあります。淵崎公園を抜けると国道2号線に出て、美保交差点より南側は、美保という住所となります。交差点東側の遠光川には美保橋がかかっており、青崎、向井灘駅、海田町方面へ行くことができます。美保交差点周辺には、パチ屋、学習塾、フィットネスジム、松田教育センターなどがあります。美保交差点からは進路を変えて、国道2号線新広島バイパスを西方向へ進みます。国道2号線新広島バイパスは合計6車線となっており、非常に交通量の多い道路です。
新広島バイパスは1966年に開通、以前の国道2号線は遠光側の北側を通っていたのですが、国道2号線新広島バイパスが東雲地区を通ったことにより、農地がほとんどだった東雲地区は1970年代以降開発が進み、マンションやお店が多く立ち並ぶエリアに変貌しました。バイク販売店、スズキアリーナ、トヨタカローラ、スキヤ、エネオスなど、多くのお店がバイパス沿いに並びます。釣り具店、ネッツトヨタ、広島日産、フォルクスワーゲンなどがあり、広島高速2号線東雲出入り口と接続する、東雲インター入り口交差点です。階段を上がって、歩道橋の上から西方向の眺め、めちゃくちゃ交通量が多いことがわかります。こちらは東方向の眺めです。さらに西へ進んでいきましょう。広島トヨタ、マツダアンフィニ広島、オートバックスなど、この周辺は自動車関連のお店が多いですね。こちらは東雲バス停です。国道2号線新広島バイパスを経由して、中心部の市役所、本通り、神谷町方面へ向かうバスが、1時間に3本以上運行されています。広電バスの7号線と41号線の2路線が停車しますが、中心部方面行きのバスは7号線は神谷町を経由して八丁堀まで、41号線は神谷町までの運行、反対方向の中心部から東雲方面行きのバスは、7号線の二保車庫、向井灘新町行きは、総合、バスセンター横の県庁始発で八丁堀からは乗車不可、41号線の熊野萩原、宮ヶ迫団地入り口行きは、広島バスセンター始発となっていて、中心部エリアでは乗り降りする場所が異なるので、注意が必要ですね。行くと帰りどちらも本通りバス停に停車するので、ここで乗り降りするのが迷わずに済みそうです。この辺りの住所は道路の左側は、三保新町、右側は、東雲、となります。ファミレスのココスや天下一品などのお店があり、こちらは本浦交番前交差点です。動画の最初の方で歩いた、南東方向の一方通行の道路がここで合流します。広電バス4号線の二保車庫行きが通過、4号線のうち二保南経由は道幅が狭い場所を通過するため、中型サイズの少し小さめの車両で運行されます。先ほどの交差点近くには、広島市立広島工業高校がありましたね。機械科、自動車科、電気科などの学科を設置する工業高校で、広島県立広島工業高校と区別するために、地高と呼ばれているようですね。セカンドストリート近くで左折して、少しだけ国道2号線新広島バイパスから離れます。立派なお家がありますが立ち入り禁止となっていますね。わけあり物件な匂いがプンプンしますね。この辺りの住所は、東雲本町、となります。東雲本町3丁目会館を通り過ぎ、北方向の一方通行の道路と合流、スナック、スタンド、花、ビューティーサロン、整体治療院、とんかつのお店など、古くから営業していそうなお店がいくつか並びます。一方通行の道路を北へ進んでいくと、土地屋が2軒立ち並び、国道2号線新広島バイパスと交わる、東雲本町交差点です。高価買取のお宝や、レクサスの販売店などのお店があり、北方向の一方通行はこの交差点で終わりとなります。交差点から西へ行くと、霞、という住所に変わります。交差点を横断して、東雲本町地区を北へ進みましょう。現在歩いている道路は市道肘山東雲線で、2019年に4車線化されたようです。道路の左側は電線の地中化が行われたとのことで、とてもスッキリしていますね。業務用食品スーパー、不動産屋、内科クリニック、長浜一番、という長浜ラーメンのお店があります。気になるなぁ。化粧品店、お花屋さん、東進衛生予備校、進学塾アクシア、散髪屋さん、ホワイト急便、ドラッグストアのボンツなど様々なお店や、マンションが多く立ち並びます。最近、道路が4車線化され整備されたばかりということで、清潔感のある新しい街の雰囲気がしますね。広島銀行東雲支店、呉信用金庫東雲支店、コインパーキング、虎屋、という和菓子屋があります。こちらは肘山小学校前バス停です。1時間に4本程度、広島駅、八丁堀、県庁方面へ向かう、広電バス4号線が停車します。
反対方向の県庁から東雲方面のバスは、市道肘山東雲線ではなく、東に並行して通る一方通行の道路を通るので、行きと帰りでルートが異なるので注意が必要です。こちらのパティスリーアニバーサリーというケーキ屋さんは、バースデーケーキに定評のあるお店だそうで、人気店のようですね。もみじ銀行東雲支店を通り過ぎると、上東雲交差点で、交差点から北方向へ進むと東大橋です。この先は段原地区となり、段原中央交差点近くにある、広島段原ショッピングセンターには、スーパー、100円ショップ、衣料品店などのほか、イオンシネマが入居しており、結構充実した商業施設です。また市道肘山東雲線をこのまま直進して、肘山トンネルを通り抜けると平和大通りとなります。というわけで今回の散策はおしまい。広島市南区の東雲地区を散策しました。街の景色を見て感じたことや東雲地区の思い出などがあればお気軽にコメントしてくださいね。当チャンネルでは街散策動画を投稿していますので、チャンネル登録やコメントなどよろしくお願いいたします。他の動画もよろしければご覧ください。今回の動画はここまで。ご視聴ありがとうございました。